はい、どうもリハビリタッキーです。今日も動画配信の方を始めさせていただきますのでよろしくお願いします。今回書籍紹介をさせていただくものはこちらになります。上月正弘先生の寝転んで読める新しいリハビリ、この本を紹介をさせていただきます。上月先生は医師であり、リハビリテーション医学、それから内科学、内科障害学の研究ですとか、こう臨床で知られております。私も感染呼吸編ですとか、それからストレスケア編、あと腰痛肩こり編のところも含めて、リハビリテーションの考え方というところでこちらの本を参考にさせていただきましたので、今日は、こちらの方の紹介させていただきます。こちらの動画ではこのようにですね、さまざまなリハビリ専門職、作業療法士の視点から情報を発信させていただきます。今回、書籍紹介させていただきますが、ぜひ面白いなと思った方は、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、早速始めさせていただきますが、この本の大きなポイント、私は3つに分けてお話をさせていただきます。まず、この本の中で何が書かれているか。一昔前は、とりあえず安静というのが医療の常識だったんですが、現在こう長い期間の安静はむしろ大問題であり非常識であるというふうに書かれています。1日の安静はこう2歳老化をするということに該当するそうで、老化というのは筋肉だけじゃなくて全身に影響を与えます。これを専門的には廃養症候群というふうに言うんですが、それは寿命を縮める行為であると。で今そのためにいろんなこう、今影響が出てきてしまって、自ら動くしかるべき介入により健康な状態に戻ることが大切であるというふうに言われています。運動不足のリスクは喫煙と同じであるというところがあります。でこの辺りの話は詳しく本の中に書いておりまして、例えばリハビリというとやっぱり運動というイメージがあるんですが、実際は運動だけではなくて、食事ですとか栄養ですとか、それから患者様へのこう教育とか相談とか、それから最適な薬物療法との調整ですとか、あるいは精神心理的なサポートまで含めた総合医療である、トータルケアであるというのをこの本の中でも書かれています。包括的なリハビリなんていうふうに言われて、これ今リハビリの中ですごく大事な概念として挙げられています。それからリハビリというやっぱり外傷、スポーツの怪我とかそういったものがイメージとしてどうしてもあるんですが、それだけではなくて内部障害、例えば心臓ですとか腎臓ですとか肺、そういう体の内部の臓器の障害のことが先生の専門で書かれています。でこれ周囲になかなかやはり理解されにくい、例えば外傷とはこう見た目ですごくわかるんですが、内部障害というのは実はちょっとわかりにくい、見た目は特に変わりがない場合もありますので、そういうためにはこの包括的なリハビリによって、生活機能ですか、生命予後の回転を図る、これが大切であるというのが書かれています。でそのために ICF という国際機能分類というものがあるんですが、これに沿ってこう幅広く、生活機能ですとかこう障害を分類をして、リハビリの必要性や内容をですね、決める上でこれが大変重要になってくるというのは本の中でも書かれています。生活を支えるためにやっぱりリハビリが欠かせませんので、あとそのために今高齢化社会というふうに言われてますので、超高齢社会ではこう重複障害、いわゆるいろんな障害がこう重なってしまうということが増えてくるというのが予想されています。悪循環を予防し断ち切るためには、積極的にこうリハビリを行う必要があるということがあります。年齢による実はリハビリテーションの効果というのは大きな差がない、つまり高齢者の方がリハビリをしてもそれなりの効果を得ることができるというのがあるそうで、あと寝たきり状態になってしまうやっぱり方もいらっしゃいますが、じゃあ寝たきり状態で起きれない方はリハビリできない方は実はそうではなくて、そういった方こそむしろ動いていただいた方が大事であるというのが書かれています。これ実際私臨床の現場で働かせていただいているものとしてはすごく共感できるところがあります。でその具体的な話についても書かれています。例えば慢性心不全ですとか、あと腎不全、息切れとか肝機能障害、あるいは末梢動脈疾患、いろんなものがあるんですが、こういった方にこそ動いてもらうことが大事だと。で、やっぱり負担が強すぎなかったり、
まあ、運動強度を適切に設定するともちろんこれは大事なんですが、そのために例えばウォーキングとか自転車ですとか、それから階段昇降など有酸素運動も大事ですし、それから筋肉を鍛える、こういうのレジスタンストレーニングというふうに言うんですが、こういうのも大事であるというのがこの本の中でも提唱されています。それから関節とかがこう固まってきてしまう、これを関節拘縮というふうに言うんですが、それある筋がこう萎縮、小さくなってきてしまったり、それから骨が萎縮してくるっていうのがあるので、こういうのを予防できるのはリハビリだけであるというのがこの本の中でも書かれています。そのためにいい姿勢を保つことですとか、姿勢を 適切に変えること、あるいは十分こう体を伸ばす伸長訓練、それから全身の関節の可動域、これを確保するために、あるいは筋肉をこう鍛えるためには、やはり予防というのが大事になってくるというのが提唱されています。あと昨今言われて認知症、これはの予防には実は有酸素運動が効果的で、これはこの本の中でも書かれてますし、いろんなところで今提唱されています。で、有酸素運動というのは実は脳の神経細胞のネットワークを増やしたり、脳細胞を増やす効果があるというふうにも言われておりますので、そういった観点からもこの本の中では提唱されています。それからそのためにはやっぱり十分な栄養を摂るということが大事になって、例えばタンパク質ですとかアミノ酸ですとかビタミン D とかカルシウムというものもありますので、そういったものをちゃんと摂る食事というのが、あと栄養とのこう運動と組み合わせるということが大事になってきます。例えば互いのこうコントロールのためにこう記録をするというのも一つの方法であるというのが提唱されています。あと昨年のダイエット、特に糖質制限ダイエットには注意が必要だというふうに言われています。総摂取エネルギー量をこう減らすことよりも、むしろこう健康的な生活習慣を維持する方が大事になってくるというふうに言われています。はい、で最後のテーマとしてリハビリとしては病院でするというイメージがどうしてもあるんですが、例えば通院していなくても効果の上がるリハビリというのはできます。専門職だけにお任せするのではなくて、できることは自分で行っていただいて、できないことはやはり専門職、プロに頼む方がいいというのがあります。それから患者と医療スタッフってリハビリの目標をきちんと共有をするということが大事です。これすごく最近言われて、私自身も気をつけているところなんですが、ちゃんと目標に合って設定してリハビリをさせていただくということが大事ですし、無理に行わないという、これは専門職としての心構えでもあるんですけども、これも大変で大事になってきます。あとは練習とか訓練による動作改善というところはもちろん目的であるんですが、それ以外でも例えばご家族の方に正しい介助方法ですとか、あとはいろんな職種の方にそれをお伝えする、あるいは家屋改造、これも実はリハビリの大きな目的になってきます。それから最後、やはり本来の生活が取り戻せるように、役割や趣味がこう実現できるように、現実的に適切な行動を起こすこと、前向きに継続してくれることがリハビリでは大切であるというのが書かれています。リハビリを受ける際の視点としても、あ、こういうのがリハビリなんだっていうのが分かっていただけると思いますし、専門職が読んでも心構えですとか、こういう視点でやるんだって、それを再確認するという意味でも大変いいかと思います。表紙がまさにそうです。イラスト、絵がすごく多いので、すごく読みやすいので、ぜひそういった視点からも、観点からもお勧めさせていただきます。この動画はですね、このような形で、いろんな書籍を紹介させていただきますので、ぜひ今後も参考にしていただければ幸いです。最後になりますが、今回、ご協力いただいた出版社の皆様、どうも本当にありがとうございます。で、今回の動画は、以上になりますが、今後も随時発信をしていきますので、ぜひご期待ください。では、どうもありがとうございました。失礼させていただきます。